はい、こんにちは。日本海獲得ツアーです。声が裏返ってしまいました。4月26日開催の総務省有識者会議なんですけれども、井上、なんて読むのこれ。樹彦。違うよな。木彦。違うな。人の名前って難しいですね。井上 NHK 副会長。副会長は、コテコテの内部の人間であります。区議会で言ったら、区長は選挙で選ばれるけど、副区長とか、まあ、市だと、古い市だと助役とか、言われますけれども、それは、職員側、役所の職員側のコテコテの人間ね。これの発言をですね、朝日新聞が今頃報道しておりました。副会長、スマホ持ってるだけで受信料徴収は考えていない。火消し図ったのかな?あんまし批判が多くて火消し。一般反応です。NHK の口約束とか、当てにならん。いやいや、全世帯から無差別に徴収とか話し合ってたやん。ネットからなら全世界から徴収しないと不公平。ネットのインフラにただ乗りしてるのに、放送と同様の負担をいただくのが適当ではないかとか、ズーズーしすぎる。そもそも NHK なんかいらん。Google と Microsoft を敵に回すってことになるんだが、これだとカーナビがあるから契約しろ。もうおかしいんじゃないか?これまでのように NHK の都合いいように法改正する。NHK のせいで民放も見なくなった。NHK のせいでテレビ捨てた人が多い。どうやったら民衆から金を絞り取るかに躍起になっていると。NHK の口約束は信用ならない。その通りであります。白黒契約とカラー契約の切り替えで前例あります。平気で嘘つく NHK は全く信用がなりません。ほとんどの家のテレビが白黒テレビで NHK と契約してた時代があったんですよ。一般契約。そのうちですね、カラーテレビが、ちらほら、出てきまして、東京五輪なんかは、カラー放送。でね、東京オリンピックやるから、つって、カラーで見たいつって、カラーテレビがバカ売れしたんですけども、そうするとね、白黒の一般放送よりも、ちょっと高くしてもいいだろうってことで、一般契約と、他にカラー契約っていうのを、NHK が設けまして。でね、ちょっと、今の衛星放送みたいに、ちょっと高かったんですね。一般、契約よりも、カラー契約の方が。そんで、絶対一般契約はなくしませんって。白黒のテレビの方の契約はなくしませんって断言してたんですけど、そんなこと言ったのも、なかったかのように、普通契約ってカラー契約に一本化しちゃったの。安い一般契約なくしちゃったの。ある日突然。普及率が9割以上になったので、全部カラー契約にしますっつって。まあ一般契約してた方は、理不尽に値上げ通告っていうか、された方も、いたでしょうね。あと実際に白黒テレビまだ使ってるなんていう物持ちの言い方は、それでもカラー契約の高い金、白黒しか見てないのに払ってるっていう事態になりまして、NHK の約束は信用ならない。これは全くその通りであります。4月26日の有識者会議の結論なんですけど、将来的にはスマホを含むネット端末から受信料徴収で一致。現在はスマホ持ってるだけで徴収は難しい。どうしたものか。だったんですよ。なんでこの副会長の発言はですね、あと2年6ヶ月の私の任期中には、スマホ徴収はできないだろうな。法改正しないと無理だなっていう、結論、意味であります。そもそも NHK はですね、受信料は番組視聴の対価ではなく、我々 NHK 様が存在するための負担金って、国会でも正式に主張してますし、視聴の対価でないとすればですね、見る見ない関係なくない?テレビあるなし関係なくない?関係なく金払え、ね、テレビもないし、スマホも持ってねえけど、金払え。この理屈によれば、スマホ持ってようが持ってまいが、
あの番組見れまいと見ようと、関係なく金払いってことにならない。ただこれ言い出すとですね、そんなの税金と一緒だろ、国営化しろって、批判が来ますんで、こうなるとですね、高額報酬やずさんな会計でも OK、国営じゃないから、これが国営となったら、あの税金、役所のあの収支報告と一緒でうんと厳しくなりますよね。番組制作費でなんかね、ずさんな会計とか、なんだこの経費はみてえな、そんなのもできなくなるし、あとは平均で1800万、なんていう年俸もですね、公務員と一緒なっつって3分の1ぐらいになっちゃうよね。半官半民の旨味がなくなってしまう。そんなら死んでもいいや。それぐらい、それになるぐらいだったら、公務員と同じ給料になるぐらいだったら、NHK なんか潰れちった方がいいわぐらい幹部は思ってますから、テレビあるなし、スマホあるなしに関わらず払ってもらうっては言い出せない状況であります。そんなの税金だっぺ、国営放送にしろやって言われちゃうね。だが、将来的にはですね、スマホから徴収で一致って、なってるので、それが可能なように、なんとかかんとか、へりくつの法律、自民党のですね、たやすく騙されるバカ議員を騙してですね、法改正するんじゃないか、と思われます。この法改正はもちろんですね、総務省が全面支援、全面応援。だって、NHK は美味しい美味しい天下り先ですから、死守しないと。総務省にしてみれば、NHK は死守すべき、美味しいまま取っておくべき、理屈をねじ曲げても、法改正、してですね、変な法律作ったと思うよ。なんかスマホ持ってたら NHK に金払えみたいな変な法律できたと思うよ。朝日新聞が1ヶ月前の会議の報道を今頃したのは NHK に頼まれたんでしょうね、これね。有識者会議のですね、将来的にはスマホからもう突破っていうので一致したみたいな、それが思ったより大炎上したんで、まあ火消ししなくちゃと思ってね。6月11日、NHK ネット聴取反対デモ、渋谷で開催いたします。スマホ持ってるだけで NHK に金取られるような理不尽な社会を子や孫に渡せません。残せません。皆様、ご協力ください。遠くて参加できないっちゅう人は、6月1日のデモ申請終了後、6月1日警視庁に伺いますっていうことで約束してありますんで、それの申請終了後に正式に告知始められますんで、それを拡散宣伝お願いいたします。遠くて来れないっていう人はですね、このデモに多くの人がご参加くださったら牽制になりますね。総務省や NHK に対して牽制、こんなに嫌がってる人いる。N 党は集金人が下請けじゃなくて直接雇用になったことをもってですね、 NHK 問題を解決したなんてほざいてるみたいなんですけど、ですんで NHK のこともうやらないって言ってますんで、頼りになりません。最近ですね、集金人の相談を受けましたけれども、スマホで見れるでしょ、契約しろって、直接雇用の集金人でも行儀悪いやついるようで、まだ問題解決したとは到底思えないな、私には。政府、少子化対策で児童手当を18歳まで支給に拡充する。約3兆円かかる。健康保険税を6000円増税する。年間6000円ね、月500円。子供手当を増やすから扶養控除なくしてもいいよね。みたいなこと言ってるようで、税理士さん。おいおい、それだと世帯年収850万から上は、児童手当増額分を増税分が上回るぞ。かえって損だぞ。みたいな計算が成り立つそうであります。一般判断。児童手当廃止で扶養控除拡充の方が効果あるのでは。なんでそんなに現金支給したいの。そんなことより学費無償化の方が効くのでは。基礎控除や扶養控除が生活保護より少ないのはおかしい。扶養できてねえだろ。少子化対策してるように見えるが、増税したいだけでは。相変わらずせこいもね。児童手当増やしました。それ以上に増税したけどな。自民党と財務省やることがせこい。どうしていちいち詐欺っぽいんだこいつら。これ将来的にですね、児童手当の支給やめても、扶養控除は廃止されたままな気がする。扶養控除廃止したらますます専業主婦いなくなりますよね。専業主婦やってらんなくなりますよね。扶養控除、配偶者控除か、そんなの
廃止しちゃったらさ、それって少子化促進じゃねえの？どうやら自民党と財務省は日本人を絶滅させたいらしいな。悪意を感じますね、これ。自分らの子や孫も重税に苦しむのに、つくづくバカな連中だなって呆れてしまいます。石原伸晃、かっこ笑、かっこ笑い、これこの人バカで威張ってて、ダメなんだって。杉並の議員に聞きましたけど、バカだから威張るのかな。ほらダニングクルーガー効果つってさ、バカほど自己評価高いっていう、法則あるじゃないですか。石原伸晃、かっこ笑を破って当選した立憲の吉田晴美衆議院議員、長野県で4人が殺された、このタイミングで死刑廃止を訴えてしまう。私は死刑制度を廃止したい。死刑制度を必要と考える方が、8割を超え、私のような考えはごく少数。しかし刑罰であっても国家が人の命を奪うことは人道に反するのではないか。冤罪の可能性もある。命を奪うことは取り返しがつかない。今まで の死刑廃止論を述べただけで、目新しい説論理由はないみたいだな。一般反応です。あんな事件があった直後に何言ってんだ。命を奪うことは取り返しがつかない。これ被害者遺族にも言えんの？長野県で殺された4人の遺族の前で言ってみろよ。死刑になるようなことしようとしてんか。死刑廃止でお前に何の得が。外観誘致罪は死刑しかないもんな。こんなどうでもいいことしか言えんのがこいつら。お前に啓蒙されたいなんて誰も思ってねえ。家族が殺されても同じこと言えるのか。8割の死刑賛成の有権者は無視か。何人害してもですね、死刑にならないんだったら、お仲間の革命戦士、革命闘士はもっと勇敢に戦えるもんね。逃亡のために警官を害することだってためらわなくなるんじゃないですかね。警官の危険度マックス、なり手がいなくなっちゃいますね。死刑を廃止した欧米みたくですね、現場で抵抗されての射殺っていうのが増えるよ。どうせ死刑ねえな、このまま逃げたいなっていう抵抗がすごくなるわ。ちなみに長野4人殺しの青山正憲は警官2名害してんで死刑確実って言われてるんですよ。警官はですね、1人害しても死刑。それほどですね、司直に立てつくのは罪が重くてですね、これね、なんぼやっても死刑はない、無期懲役止まりってなったら、警官を何人やっても俺は逃げるかなんか決意しちゃうと手つけられなくなりますね、凶暴になって。吉田晴美はですね、当選した時に共産社民令和にも協力してもらってんで、暴力革命側なのは確実です。刑罰が死刑しかない、外観誘致もする気満々じゃないか。こいつ本人と言わず、お仲間が、日本では死刑存続が8割って分かってんなら、その8割のために仕事すりゃいいのに、そんなことだから支持率右肩下がりが止まらないんじゃないの。なんでそう好き好んで少数派少数派ばっかにのために働くんだ。大部分は性的にノーマルなのに、それのために働かずですね、少数のLGBT のために一生懸命やってるし、エネルギー使ってね。そもそも有権者じゃない外国人のために入管法で騒いでしね。なんで少数少数ってのために選ぶ、働くのか、一生懸命エネルギー使うのか。ああよかった、あ立憲がバカで次も立憲の話題なんですけども、自民党の所得制限ありの児童手当拡充案に泉健太、線引きし、分断し、一部に給付か、二重三重に残念だ。所得制限外せ、1000万の年収の人でも、2000万の年収の人でも、一律上げたらいいんじゃねえの、みたいなこと言ってたんですけれども、後ほど立憲も同様の法案を用意していたことが発覚し、謝罪&発言撤回。記者、ちょっと認識が甘いんじゃないですか。詰められる。記者、どこの記者だろう、これ。民放労連と NHK 労働組合は、立憲支持を公言してますから、メディアは全部ね、立
立憲の味方のはずなんですけど、味方からも文句言われちゃったのか、それとも立憲はもうダメだなって諦めて他の帰省先、帰省中中したい、先を探してんだか、泉健太事務方から挙げられた紙に齟齬があった。なんか紙が事務的ミスだみたいな言い訳、党内からは代表には自党の答案を把握しといてほしい、批判の声、批判というか呆れ、ため息が漏れたみたいであります。一般です。こんとかなんかなの、笑かしに来てるんだろ、笑えんけど、ガチで批判したいだけってバレちゃったね。代表が自党の法案理解してないって結構致命的なことでは。民主党時代にも同じことようなことをやってたぞ。批判だけじゃなく対案出せって言われて出したのがこれ。支持者はこれすら擁護すんの。支持者は思想が右だってことで泉を嫌ってるで泉ですら右って極左かよ。こんな泉では立憲ではまともな方という地獄。脊髄反射で政府批判してるだけやし、しゃあない。自分で出す法案を知らないでドヤ顔でですね、他党批判ってものすごい恥ずかしいことをしてるように思いますけれども、多分気のせいですね。なんか例えて言うならですね、下半身を露出したおっさんがですね、他人にですね、チャック開いてますよとか、いうようなぐらい面白いです。泉は右なので支持者から嫌われてる。これは知らなかった。自分の居場所が極左だと泉でも右に見えるのが、アリが象を見上げたら山にしか見えないのと一緒ですかね。共産党、お次は共産党の話題ですね。無謀にも幹部と党員の対話を試みるが案の定失敗。本日行われた C 和夫との対話集会、質問コーナーを行うも、事前に質問を紙で提出させ、共産側がスクリーニングを行う方式のため、参加者からは対話集会だから来たのに、全然対話になってない、との抗議の声が上がる。直後、共産党側が中継音声を切断、抗議の声の隠蔽を図ると。一般反応です。まあ、北朝鮮みたいなもんだしな。あくまで対話集会風イベント。普段対話がどうたら言ってる連中がこれ。必死に独裁じゃない、ふりする独裁者。これが多様性の統一と。動画も見れるんだけど、険悪な雰囲気がたまらん。共産党が目指す次の民主主義がこれ。教団の問答なんてこんなもんでは。C 和夫が一般党員にボコボコに論破されたらまずいだろう。逃げるんですか、除名。共産主義の恐ろしさがわかる。リベラル集会って大概これじゃん。党員とさえ話し合いできないのに、これでよくですね、九条を生かした外交で戦争回避とか言えるもんだと。恥を知る人は、共産党はとてつまりませんね。恥知らずじゃないと。最高存在のC和夫さんがですね、一般党員の質問の答えに詰まったりなんかしたら、まずいもんね。まあ、初めからでね、答えられない質問は排除してんでしょ。スクリーニング、事前にスクリーニングってことはね。中継を中断するぐらいな、初めから対話集会なんてやんなきゃいよ。挑戦しなきゃよってのに、バカだな。対話などする気もないのに、無謀すぎるよね。よかった、共産党がバカで。質問に詰まった時のバカパイの上等句なんですけど、もっと勉強してくださいとか、勉強不足ですって、言われんですよ。で、どこがどう勉強不足なのかは決して言わないと。したら、これ言われたら、どこがどう勉強不足なんですか。で、追撃するのがおすすめであります。バカパイの相手してらんねえなんて人が大部分でしょうから、まあ、仕事でね、バカパイと、話しなくちゃなんない人は、これがおすすめです。私のどこがどう勉強不足なんですか、聞いてみるっていうですね。追撃。丸山達也、島根県知事、健康保険税、月額500円値上げ反対、人頭税かよ。著しく逆進性が高いだろうが、将来不安が少子化を加速させていることを政府は分かんないのか。経団連会長が少子化対策に消費税上げろとか言ってたけど、それって赤ちゃんのミルク代にかかる税金も上げろって平然と言ってんだぞ。経団連の言うこと聞いてたら日本は滅びるわ。結構強いことを言ってますね。この人がまともかどうかは知らないけれども、この発言はまともだなって思います。経団連のバカ会長、少子化に金がかかるっていうなら消費税で
賄ってくれよ、法人税は上げないでくれ、いうようなことを言ってるんですけど、こいつはあの自分らに都合ばっか、都合いいことばっか言って、気に食わないんですよね。何都合いいこと言ってんだよ。消費税上げる、消費税上げたらあの消費が鈍って、の自分の企業の業績も落ちるのに、バカだな、理解できないんだな、認知症でも入ってんでしょうかね。法人増税を阻止してもですね、徳良の子や孫が全員経営者で入れるわけねえだろうが、バーカ、法人税節約してる、こんなバカでもあの会長できるって呆れちゃいますよね。普段はあの大手町の日経新聞本社の隣にある経団連本部で、ふんぞり返ってあのテレビ見てんすかね。テレビ見てってはバカになるっていうし、まあそれは事実ですしね。テレビのっていうんですか。というわけであの、6月1日過ぎたら、デモのあの告知、本格的に始めますんで、申請、終わったらね、あんまし前にできないんですよ。警視庁は、あの、10日前ぐらいにしか申請受け付けてくれない。なぜなら、あの、急な工事とか入っかもしれなくて、先が読めない。半年先のデモの申請やらせてくださいって言ってたって、だってその時に、道路工事とか入ってて、できないのかもしれないし、って、なるべくね、ギリギリで、申請させるんですけど、それ終わったら、正式に告知、始めますんで、遠くの方は、参加できない遠くの方は、デモがあるよって、宣伝拡散のご協力よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。